今日は、新宿銀座これから社長塾です。東京駅。全然あのさ、あれの方がいいでしょ。なんだっけ、ノバ。ノバの方が全然いいですよ。もうクオリティ全然いいでしょ。と思ってこれ来た時。アッシュなんでそんな人気なんだろうっていう感じでしょ。これ全然こっちの方が作りがいいんですよ。そうだな。あ、かっけえな。今のこれ売れます、ね。俺にも似合う、うん。似合ってる。あと女子にこう押す。この長版が安いんですよ。メガネ、そうね、ちょっとね、うちっぽくないよね。メガネ、なんか、そうだね。明日から富士山なんで、まあ別に1泊2日なんで、冬の富士山、まさか人生で冬の富士山に行くとはというか、エベレストに行く自分が言うのもなんですけどね、エベレスト目指していく行くということですね。まああと7000メートルこれから行く自分が言うのもなんですけど、今日、エベレストっていう映画を見ました。いやー、あれね、すごい。すごい映画でした。エベレストって映画で分かったんですけど、とにかく自分でもうどんな意識をフル動員しても、体を動かして進んでいかないと、あそこは死ぬんですね。何の映画だったっけな、すっごくいい映画があったんですけどね、山の。ちょっともう一回それ調べて、ちょっと永久保存版でエベレストも買ってずっと見ていこうと思います。明日は朝6時、早めに寝よう。